一緒に見よう、やだわ。お前、そんなお前にいい生主を紹介してやる。突撃者アッキーっていう、あの、トイストーリー3を震災があるたびに流していた。みんなのためになれればいいなっつって、違法アップロードしてされてるやつを、あれ、とんでもねえ精神だよね。俺も何かしたい。俺も何か、この今暗い日本のために何かしたいっつって、トイストーリー3を無断で流してたんだぞ。ピクサーに、その震災を盾にピクサーに喧嘩打ってたんだぞ。優しいよな。俺普通に笑ったわ。お前、それ違うだろうと思いながら見てたけど。すげえ囲い込み打たれてたわ。助かる。こういう暗い時に、アッキーが、トイストーリー流してくれて助かるっつって、あいつまんざらでもねえ顔してたから、鼻の下こうやって進みながら、もうさ、俺にできることはこれぐらいだからよっつってたからな。あの顔マジで忘れられねえ。まあ俺にできることはこれぐらいだからよっつって鼻の下こうやって書いてたのね。お前ふざけんなよって。カジマ泥棒と一緒じゃねえかよ。このどさくさに紛れてやったれみたいな。で、普段アクティブ7ぐらいしかねえのに、立ち見 D ぐらい出てアクティブ300ぐらいあってすげえ上機嫌にやってたからな。で、ワイプつけてんのね。左上にワイプつけてて、お前そこ一番大事なところ見れねえじゃねえかよ。一番大事なシーン見れなかった。あのトラックに滑り込むシーン、アイソンセンで見れなかった。そこだけちょっと荒れてた。いくらアッキー、感謝してるけどアッキーそれはないよって言われてた。その顔見ようぜ。見たいんだけども多分ねえよ。見たいんだけど、それはねえんだよ。お前がっつり見てんじゃん。だからそれ俺もうずーっとそれは放送でネタにしてたんだよ。あいつひでえやつだぞっつって。トイストーリー3より、トイストーリー3を流すアッキーを見たいんだけどね。しれーっと演技してんの、なんか泣けるシーンとかうーうーとかやってんのね。あのちょっと泣けるシーンとか、うんうんみたいな感じで一丁前に芝居打ってんだ。それがマジでおもろかったんだよな。きっしょって思いながら見てたんだよな。アッキー最後の枠、来場者237人、コメント9。アッキー、お前には飛び道具があるだろ。やれ！使っていいぞ。久々に。トイストーリー3流そう。していいぞ。もうお前に守るもの何もないんだ。トイストーリー3流そう。アッキー。流そうぜ。今。今日本が暗いこの感じになってる中、お前しかいねえよ。救えるのは。次アベンジャーズしてくれないか、あれしようぜ。なんか俺たちでリクエストさせてさ、パクられるまでアッキーになんかアッキー映画館みたいな上映させようぜ。パクられたらアイスのせいにしてトカゲの尻尾切りみたいな感じで。勝手にアッキー次これ流してみたいな感じでさ。よくない？ジュラシックパークとか見たい。俺もみんなと一緒に見たいからさ、というのはなってたんだって。俺覚えてるもん。そのアッキーのラップをじゃあみんなに聞かせてやろうか。みんなさ、今コメント俺がさ喋ってたさ、いやアッキーってめっちゃおもろいやつなんじゃねえかって思うじゃん。これでもう全て台無しになるから。それでこれで高くなったハードル一気に落とすわ。マジで嫌いになるから。これ聞いて好きでいられたらお前もうほんと一流だよ。ダメだ、聞きたくねえ、聞きたくねえよー。なんでこんなことしてこれ聞かなきゃいけねえんだ。聞きたくねえよー。アッキーのラップ聞きたくねえよー。俺のラップよりダメだからな。聞いてください、突撃者アッキーで聖剣伝説3、レジェンドオブマナのドミナの街。聞いてください。どうぞ。はよ、歌えよ、お前。早く楽にしてくれ。俺を。俺を早く楽にしてくれ。黄昏れるな、お前は。ちょっとローテンポで。よし、今日はこれをバックに行くぞ。俺はもう絶対乗り越える。今日
こそアッキー超えてやる俺が。さあみんなどうですか、今日こそ俺は超えるぞ。今まで一度も超えられなかった過去の自分を本当に超える。これ俺冗談抜きで、俺がいつも俺がいつも冗談とか嫉妬で歌い方たちのわけ違うぞ。俺本気で嫌いだからな、世界で一番嫌いな歌。どうですか皆さん、この歌デートしようぜ。そっからもう想像通り、あんなことやこんなこと、口に縄、死に縄、全身に縄、俺の罠もう構わん。あの、あと1分で聴いてくれみんな。俺はお前らに聴いてほしい曲があるんだ。行くもんさ、俺の自信持っていて、そうなりたい、ああなりたい、ああやりたい、抑えられないこの感情、たまにはみんな輪になって、ズコバコを作りたいなんて。たまんねえぜ。一丁気合入れ、ご無沙汰女房、ドスケベ OL にベッドまで連れて。どういう気持ちだったんだろうな。とりあえず女は使ってぽい、使ってぽい。しかもさ、あのさ、こういうのってさ、多少どっかかっこいいところあるじゃん。全部かっこよくないってすごくない？こんなにかっこ悪いラップ聞いたことないんだけど俺。あるか。小中学生とかが習いたてよりかっこ悪くないか。続くだけ、これ男の基本、それを分かっててついてくる女、ネットで後悔、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 後悔。オルケガイやったら捨てたもん勝ちよ、後で適当に今日は良かったよ、また会おうねなんて言っとけばいいでしょう。どうせまた忘れた頃に連絡が来るじゃん。そして今日もおまた次新鋭大隊長は行ってきます。はい、ということでありがとうございました。どうですか皆さん、これ聞いてみてどうですか、この曲どうですか。俺が一押しのアーティストのおすすめの曲なんですけど。びっくりした。な、株が上がってたのが一気に、一気に汚物になっただろう。音楽界にはびこるオダク。こいつのせいで俺音楽の位置づけが下がったからな。音楽ってこんなもんなんだなって。見直すいい機会だろう。な。いつもあんたたちはミスチルだの。ワンオクロックだの。ウーバーワールドだの聞いてるでしょ。違うんですよ。こういう側面もあるんです。闇。みんなが見てるのは音楽業界の光。これは音楽業界の闇。でもあれだよね。今の、ちなみに、まだいい方のバージョンだからな。なんだっけ。あれさ、名台詞。アッキーのこのバージョンで2、3個あって、なんだっけ、ああ、待ちわびた、俺はもう待ちわびたみたいな方はもっとやばいからな。あれ、まだ聴ける方。バージョン2がある。誰も待ちわびてねえ、ラップ。余裕だわ。いや、俺のラップの方がまだいいだろ。俺のラップの方がまだいいだろ。本当に、俺が嫌がって、俺が嫌いになった理由これだからな。いや、もうラップはダメだって。人が奏でていいメロディーじゃねえ。こいつのせいで俺の中のラップの位置づけマジ下がったからな。なんで俺突撃者アッキースペシャル。今日は突撃者アッキースペシャルでお届けしております。昔からさ、定期的に来るよな。俺のアッキーブーム。放送一回も見たことねえのに。突撃者アッキーブームっていうのが訪れるんだ。俺の中で。しかもさ、なんでさ、この曲使ってんのか分かんなくない？なんでこの曲だろ？もっとやりやすい曲あるだろ？お前、俺のレジェンドオブマナー、怪我すだよ。何が喧嘩上等だよ。誰もてめえと喧嘩しねえ。お前、これ流してたらお前に近づいてくるやつ誰もいねえよ。ヤンキーが180度ターンして帰ってくるだろ。なんかその、山口組の事務所の前とかでこれ歌ってほしいよ。誰も責めないと思う。お前もう無敗だぞ、これ流しときゃ。待ちわびた、待ちわびた、胸のときめきここに舞い戻る、いざ新世紀に。しかもさ、ちょっと上手かったりするじゃん。ちょっとも上手くねってのがおもろくない？これやばくないこれ。みんなどう？この拷問。今度の死刑制度になんか用いることができそうじゃない？
アッキーのラップをずっと聞かせる。どうかなこの歌。なんかどっかのステージでやってほしいわ。この音楽祭出てほしいわ、来年。来年は秋音楽祭出てほしいわ。絶対俺、そしたら一緒に、ガヤで行くよ、俺。俺なんかより、やっぱふさわしい人間いますよ、ここに、つって。スポーンってスポットが当たって。ドミナのラップしてほしい。